自動車のレイアウトは、自動車でのエンジンとそのエンジンが駆動する車輪の配置である。エンジンの置き場所、駆動輪の場所、車軸にかかるエンジン重心の位置により区別される。レイアウトは大まかに、前輪駆動、後輪駆動、四輪駆動という三つのカテゴリーに分類することができる。エンジンの場所と駆動輪の様々な組み合わせが見られ、 それぞれの場所はその車両が使用されることになる用途に依存する。雪、泥、砂利、濡れた、舗装路などでは、舵取り用の車輪が、駆動輪でもある前置きエンジン、前輪駆動車の方が、前置きエンジン、後輪駆動車よりも一般に優れる。後ろ置きエンジン、後輪駆動とリアミッドシップエンジン、後輪駆動のレイアウトは、重いエンジンを駆動輪上に配置することにより、トラクションを得ている。 加速時に生じる後方への重心移動で前輪への荷重が減り、前輪の路面グリップ力が減衰することから、エンジン出力の大きい車では、FF レイアウトが使われることは少ない。電子的なトラクションコントロールシステムを使用することにより、車輪の空転を抑えることができるが、一方で出力の損失も大きい。FF 配置、フロント、エンジン、フロント、 ホイールドライブレイアウトは、その頭文字をとって、FF とも言われる。日本では一般に、フロントエンジン、フロントドライブと解説され、FF という表現が最も一般的である。FF は、車両前方に、内燃機関お及び駆動される車輪が配置される。車両全部以外の部分を自由に利用できるため、一般に、車内空間が狭い小型車両に用いられる。 20世紀末以降の車で最も一般的なレイアウトである。前置きエンジン、後輪駆動に比べてドライブシャフトが通る中央部分のトンネルを必要としない1930年代の一部の初期前輪駆動車は車両の中央に置かれたエンジンを持つ。後ろ置きエンジン、前輪駆動配置はエンジンが後輪の間、あるいはその背後に置かれ、 ドライブシャフトを介して前輪を駆動する。従来型の前置きエンジン、後輪配置と前後逆転した配置である。このレイアウトは試作品およびコンセプトカーでのみ使用されている。FR 配置 MR 配置、フロント、エンジン、リアホイールドライブレイアウトは、その頭文字をとって FR とも言われる。日本では一般にフロントエンジン、リアドライブと解説され、 FR という表現が最も一般的である。エンジンは車両の全部に置かれ、駆動輪は後部に置かれる。これは20世紀のほとんどの期間での伝統的な自動車のレイアウトであり、後輪駆動車のための最も一般的なレイアウトとして残っている。中置き、エンジン、後輪駆動配置は、後輪がそれらのすぐ前、客室の後方に置かれたエンジンによって駆動される。 エンジン後ろ置きの RR レイアウトとは対照的にエンジンの重心は5車軸の前にある。このレイアウトはその低い完成モーメントと相対的に望ましい重量配分のために通常選択される。リア MID、エンジン、リア、ホイールドライブレイアウトはその頭文字を取って RMR とも言われる。RMR はエンジンの重心が後輪車軸前方にあり、 一般的にミッドシップレイアウトまたは MR と言われる。フロント MID エンジンリアホイールドライブレイアウトはその頭文字をとって FMR とも言われる。FMR はエンジンの重心が前輪車軸後方にあることが FR と異なる。リアエンジンリアホイールドライブレイアウトはその頭文字をとって RR とも言われる。日本では一般に RR、または、リアエンジン、リアドライブと解説される。MR レイアウトと対照的に、エンジンの重心が、5射軸とリアバンパーの間にある。低床バスで、ドライブシャフトを取り除くことができるため、乗り合いバス及び、長距離バスでよく見られるものの、このレイアウトは、乗用車では、ますます珍しくなってきている。 ポルシェ911は1963年から RR 配置を使い続けていることで著名である。海温配置出力を4つ全ての車輪に送ることができる駆動系は4輪駆動または全輪駆動と呼ばれる。前置きエンジン4輪駆動配置はエンジンを車両の全部に置き4つ全ての車輪を駆動する。この配置は多くの路面状況においてより良い制御のために通常。 選択され、ラリー競技やオフロード走行の重要な要素である。多くの四輪駆動レイアウトは、エンジン前置きである。中置き、エンジン四輪駆動配置は、エンジンを車両の中央、前後の車軸の間に置き、四つすべての車輪を駆動する。ミッドエンジンという用語は、エンジンの重心が前車軸と、後車軸の間にあるようにエンジンが置かれることを、意味し得るものの、大抵はエンジンが、 客室の後方にあるスポーツカーやレーシングカーに使われる。エンジン出力は車の中央にあるデファレンシャルへと送られ、デフは M4 レイアウトの場合、前車軸と後車軸の両方に出力を配分する。後ろ置きエンジン4輪駆動配置は、エンジンを車両の後部に置き、4つべての車輪を駆動する。このレイアウトは、後ろ置きエンジン、後輪駆動配置を使う。 既存の車両設計のトラクションあるいはハンドリングを改善するために通常を選ばれる。例えば、ポルシェ911は1989年に既存の後輪駆動モデルのラインナップに前輪駆動モデルを追加した。ありがとうございます。